どうも、おてこ TV の朝日と申します。本日もご視聴よろしくお願いいたします。おてこ TV では日々アクアリウムの動画を配信しておりまして、アクアリウムに興味のある方、ぜひぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。そして、本日はこちらの水槽なんですけれども、かなりです。まあね、かなりなんですよ。かなりな根っこでございます。根っこがすごいぞ。まあ、この根っこの状態は、こちら、アマゾンフロックピットっていう水草でございます。はい。水草ね。まあね、条件が整うとね、むちゃくちゃ増えるんですよ。すんげー増えるの。だからね、まあ、あんまり好きじゃないって方もいるかもしれませんけれども、まあ、この水槽どうですか？皆さん。まあいいと思われる方もいるし、もうちょっとなんかトリミングしてね、綺麗にしたい方がいいんじゃないのって思われる方もいるかもしれませんけれども。で、理由がありまして、先日、ピグミーグラミー、なんか叫びたくなりました。そのピグミーグラミーがですね、こういうことやっちゃったんですよ。交尾してるの、うん、で、もう一匹向こうにいるじゃん。うん。ここに持ってって、うんうんうん、今こう入れてるじゃん、うんうん、でもう一匹来たでしょ、うん、じゃあ私も誘ってよみたいな。あ、本当にそんなこと言ってるのかな。もう一匹来るでしょ、うん、ほらほらほら、あら、イチョコラしてるよ。でもう一匹来る。あらら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 、逃げずに。はい、これはね、ゆゆしき事態ですね、はい、まさかね、まさか二股ですよ。二股で、しかももう前の、まあ、彼女か奥さんがいる前でですからね。しかも、もう後の子はもう一目散で逃げるっていうね。もうどういうことなんですかね。はあ、本当は男がとがめられなきゃいけないのにね。はあ、まあ、そういう感じ。まあ、そういう感じの動画があったんですけれども。はい、で、これの、まあ、子供たちがね、やっぱそうは言っても子供たち、まあ、責任取るのは私なんですけれども。責任取らなきゃいかんなと思って、そしたら、まあ、その責任取る行動がこれでございますよ、うん、これね、これこうやっていっぱい水草を浮草から植えて、で稚魚がね、稚魚がこの愛沙とかにいっぱいいるんですよ。こういう愛沙とかにこういうところにいっぱいいて、守ってくれていると、守られている、何かから守らなければいけない。まあ、ここにいますけども、ディスカスとかね、あと、親のピグミーグラミーですね。親もね、最初はちょっとだけ、ちょっと私もちょっと、ピグミーグラミーの生態そこまで知らないけれども、オスがね、少し管理してると思うんですよね、生まれる前はね、生まれるまではね。だけど、その後、ちょっと大きくなって、自分で泳ぎ出すと、多分餌としてみなすと思うんですよ。うん。で、食べちゃうから、やっぱ隠れるところが必要なんですよね。で、ディスカスはね、まあ、でかいから、そんなに、これだけね、これだけいっぱい茂みがあれば、そこまで深い覆いはしないだろうけれども、どっちかっていうと、親のピグミーグラミーの方が食べちゃう気がするんですよね。うん、だから、まあ、ある程度ね、まあ、ある程度これぐらいは、茂みを作って隠れさせた方がいいんじゃないかなっていうふうに思います。で、ちなみに、どれぐらい大きくなったのかと申しますと、これぐらいでございます。はい。まあ、これぐらいは大きくなりましたね。うん。だから、まあ、これから、まだ食べられる大きさなんですよね。結構、あと、この2倍ぐらい大きくなる、2倍か3倍ぐらい大きくならないと、ちょっと食べられちゃいそうなんで、だから1ヶ月ぐらいはね、これぐらい、水草をこうやってね、いっぱいにして、で、ちょっと管理していこうかなっていうふうに思っています。で、最初に申し上げました通り、これ私、言ったっけ？言ったと思うんだけれど、私がね、水草を育てて、で、綺麗にね、レイアウトをしたいと思ってる水槽なんですよ。で、本当は私が、管理して、ちゃんと切って、ちょきちょき切って、で、私が綺麗にしましたみたいな。私がデザインした水草水槽ですよとやりたいんですよ。で、これに関してはもう自然任せ。今自然任せですね。自然任せな、今レイアウト
になっているので、まあこれがこれもね綺麗だと思うんですよ。私的には全然見れる水槽ですし綺麗だなと思うけど、まあ、本来の狙っているところじゃないので、一旦はあの子育て終わって大きくなって食べられない状態になったら、全部ちょっと取り除いてね、上の方は取り除いて、でちゃんとしたあの私の管理下にあるあの水槽にしていきたいんだけれども、ちょっとまあ、 あの今はピグミーグラミーが育つまではその専用のねあの水槽にして管理していこうかなっていう形でございます。行っちゃいいんだよね、行っちゃいい、行っちゃいいけどね、うん、でまあ私結構自然任せなレイアウトが結構多いんですよ。なんか偶発的にできた、あの水草がね自分で育ったり苔がなんか蒸しちゃったりね、うん、正直ねこの水槽に関してもこの上に関してはまあモスはねあのとりあえず巻きつけたけれど、巻きつけたんですよ、木にこう流木がこうあって巻きつけたけど、こんな風になるとは私は思ってなかった、うん、なんかこれはこれでいいなと思ってずっとトリミングしてこの格好をまあまあ最近維持してるけれど、こんな風になると思ってなかったですからね。ましてやこっからこんな風にシダが生えるとは思わなかったです。シダ昔はここにあったんですよね。ここにあったけど大きくなりすぎちゃったから、取ったんですけど、そのシダの根っこがここまで来てて、その根っこからこう生えてきたっていう、うん、これはもう本当にね長い時間かけて自分でねいろいろやって、この草がね草が自分で綺麗になってくっていう、これは偶発的ですよね、はい。でそういう偶発的なやつがねまあまああるんですよ、私の水槽で。今の一例ですけど、うん、狙ってなってないから、まあなんか狙って綺麗にしたいっていうのがあったんで、まあこの水槽あれだったんですけど、まあ、まあなかなか難しいな、うん、やっぱ生き物飼ってるんで、どっちかっていうとその最終的にはその生き物のね稚魚とか見たいですし、うん、そのレイアウトを二の次になっちゃうかな、うんなっちゃうな、うん、やっぱり ピグミーグラミがいっぱいの水槽になってほしいですもん今、うん、本当はこれねディスカスがいっぱい優雅に泳ぐ水槽を、目指してたんです。私がこう管理してきっちり管理して、その中を、綺麗なディスカスを泳がせたいみたいな構想だったんですけど、いやまあねまあ崩れたな。まあ、そもそもこの水槽にヒドラが発生しなければピグミーグラミー導入してないですからね。まあ、これが分かりやすいですね。これ完璧ヒドラですね。波、水流でふわふわ浮いてますよね。ヒドラが発生しなければピグミーグラミー導入してないですからね。そっからすぐ産卵して子供が生まれて、いやだから結構あれですね、私がこう思っているよりもさらに先に進んでいる感じですね、うん、先に進むんですよやっぱ。こうしたいああしたいってなかなか思い通りにいかないものです、人生と一緒、うん、人生と一緒、思い通りになりませんよ本当に。ということで若干愚痴が入ったところで、愚痴なのかよくわかんないけど、まあ、私もね動画撮影するときって結構編集していったりまた戻ったりって感じですけど、またですよ、見える、ここここ、まあ、責任取るっつったけど、お前追加はないだろうよ、おいいやーいやーいや、このやっぱね予想以上なんですよ、やっぱ自然はね うまくいかないですよ、やっぱ人間の思い通りにはいかないなって思います。いやーお盛んすぎるやろ、嬉しい悲鳴ですよね。だって安心して子育てができる、子育ては私がやるっていうか、またやってるぞ、今ここやってるぞ、まあ本当にあれだないやーどんどん子が生まれるな、まあ、嬉しいことでございます。はい。で、まあ、そういうふうにね、子供がね、生まれるという環境を作れたというのは、まあ、私がね、頑張ってる証拠
まあ私のおかげだから最終的には私が責任取るという感じで、まあこの水槽をねしっかり管理していきたいと思います。はい、まさかね締めの言葉をちょっと言うタイミングでまあちょっとこういうことになるっていうの2回目だな。この時間なのかな、前も同じ感じでなったことあるもんな。はい、ということでご視聴ありがとうございました。あとね、そうだ、今日結構ねグラミーが泣いてたんですよ。最近ねその泣いた日にそういった産卵行動を起こすことがあるんで、それもやっぱ関連してんのかな。うん、虫かと思ったらグラミーがねちょっと泣いてたんで、まあそれもあんのかな。なんかすごい締まらない感じなんですけれども、以上となります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録まだの方、まあ、日々アクアリウムの動画を配信しております朝日のおてこ TV、よかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。あと本日の動画良ければグッドボタン、悪ければバッドボタンお願いいたします。ということで、お送りしましたのは私朝日でございました。じゃあ